ネタバレ気をつけつつもう一度見るとしたらどういうところに注目していただきたいですか篠原さん、まずいかかがででしょうかそうそすねまずは岩田さんのあのね皆様ご存知のようなシーンがありましたよね、あのそこら辺はすごくやっぱり <laughs> 何度見てもあのきっとね皆さんこう興奮されるんじゃないかと興奮はしないですよ。 いやでも、ね、本当にあのなんかこの作品ってあの何度見てもなんかこう元気をもらえる作品だと思いますのであのすごくあの何回見ても、まあ、内容は分かっていたとしてもそれぞれの皆様のお芝居たちが本当に 楽しくあのさせてくださいますので私も撮影現場でも本当にあの素で笑ったりとかしながらあの楽しませてやらせていただいた作品でしたのであのその分かっている状態でもまた出来上がりを見た時にやっぱり面白いなって感じられる作品でしたなのでまたぜひ見ていただけるんじゃないかなというふうに元気を与えたいなと思っています。ん笑うんだよ なんかどっかその見どころ的な見どころねだから岩田さんのねあと皆様の一人一人のお芝居がなんか言わせんの恥ずかしくなっちゃうちょっと今岩田さん研究がありましたけれども脚本読んだ段階ではああなるって想像してましたいや脚本以上でしたねなんていうんですかねなんでさ受けたのこの役なんで受けたんだろうないって一緒だって今までの流れでない 全くないですね。うん、楽しみでしょうがなかったっ。な新境地だと思います。確かにね。はいはい、新境地。素晴らしい。かもしれないです。まあ、ちょっとなかなかネタバレになっちゃうんで、話せることがなくて、今日。うんうん、そうなんですよ。ご、はい、<laughs> 自身であのシーン見た時はどうでした映画として見た時は。笑いましたね。いや、なんか、僕、あの。心の声みたいなの、後でアフレコで入れに行ったんですけど。うん、<laughs> なんか。監督のその時の。ディレクション。がもう、ちょっと予想外すぎて。 こんな規制を発すると思わなかったのでアフレコでちょっとそれはね、本編見ていただいた方のお楽しみモノローグも皆さんに、ね、いちいち面白いんですよね。<laughs>